到達よーせフライフラッシュフロータイラー芸術レベルの技術プラス力の無敵妖精ぐらいウェアテックスの領域にどう動くどう迫る日本しらす安人7月には日本よりさらに蒸し暑いウェタイ発祥の地でした。さあ第1ラウンドのスタートです。妖精ぐらいは黒いトランクス黒コーナーから出てきました。左の前蹴りサンスポースタイルです。それに対してシラスの方はこれが久々の試合になりますね。そうですね、まあ、ちょっと怪我もあったみたいなんですけども、まあ、どういう試合を見せてくれるか、はい、昨年4月韓国のあの大牛速戦があって勝利しました、はい、その試合の最中ですかね、怪我があってそこからの復活で、高崎さんシラスといえばこの今放っているローキックですよね、はいはい、昨日の試合前にもですねもう僕にはローキックしかないんでと、はい、それ一本でいくと、言ってましたけども、またあの今あのシルバーウルフで練習してるんですけども、あの作戦参謀の大口トレーナーついてますので、はい、その辺の対策っていうのはすごく立ってると思いますね。そうですね、ミドルキック妖精ぐらいは左ミドルキックが代名詞、そしてパンチも強い。妖精ぐらいの怖いところはパンチ力もあるんですが、そこからパンチからローとかパンチからハイとかっていうのはつなぎ目なくつながってくるっていう、そういう怖さですよね、もちろんそれはシラスの頭にはインプットされていると思いますけれどもね、はい、しかしどう対するのか、作戦を遂行してそれをいかに続けるか、なかなかそのムエタイファイターはそれをさせないと言いますよね。そうですね、特にあのこの妖精ぐらいはコンピューターウィザードなんていう異名もあるぐらいで、はいはい、精密機械みたいな、その実行力があると、いうことなんで、そう、まあ、コンピューター狂わせないとまずはしょうがないですね、はい、いやこの左ミドルが強い。さらに膝どうだ、パンチはダウンです、ダウンです。おお、妖精ぐらいから素晴らしいですね、いいフラッグ、いい右フラッグ、今全身に右フック合わせました ね、 そうですね。いやこれは有明コロシアムざわつきます。もう一つその右もあります。左、あー、よろけて、よろけてのダウンです。高崎さん効いているんじゃないですか。効いてますね、確実にあの倒れ方効いてますね。ダウンとが効きましたが、なんとか立ち上がっています。もう1回、はい、さあダウンを奪いたいシラス。ローキックからつなげたパンチ、それが功を奏しています。いやでも予選くらいも譲らないが、危ないですからね。そうですね、もう1回ダウンを奪ってダメ押しといきたいシラスです。さらに右、ここで第1ラウンド終了。惜しい、しかし妖精ぐらいを追い込んだシラス。さて第1ラウンド、白洲康人が高崎さん妖精ぐらいから2度のダウンを奪いましたね。そうですね、これタイで生中継されてるんですよね。はい、大騒ぎになってるんじゃないですか、おそらく。いやそうですよ ね、 ね、あの妖精ぐらいが、はい、そんな風な声が上がっていることは間違いありません。そうですね、一発目が右、はい、そして2度目が左ですか。でしたね、違ったパンチでそれぞれダウンを奪ったということになります。白洲でもその後は妖精ぐらいが距離を詰めてきましたね。そうですね、ちょっとここから怖いですけどね、いや名物ともなっています。白洲康人の応援団も駆けつけている有明コロシアム、とにかくこの妖精ぐらいとの対戦を熱望していた白洲、ものにしたい。ラープー、さあ試合は第2ラウンドです。左ミドルキックから黒いトランクスの妖精ぐらい、右のストレートを返す、さらにローキックは白いトランクスの日本のシラス。いやまだまだ油断ならないというのはもうこの妖精ぐらいの前進から分かりますね。そうですね、でも右パンチ入りますね、当たりますね。妖精ぐらいはどうですか、ここ
そうですね、まあ、インターバルで回復した部分もあるとは思うんですけども、でも今日の陽線ぐらいはパンチが入りますね。はいはい、しがしが当て込んでいます。もう一発左カウンターですが、これはダウンではありません。これはダウンではない、ダウン取られてもおかしくないぐらいの感じではありますよね。神のタイミングで入ったんですけれども、今度は逆に左右左のパンチ、さらに左肘陽線ぐらい上タイ代表としてこの日本にやってきたのが陽線ぐらいです。それを下そうという、上タイで越えようというシラス。さあ第1ラウンドと何か違った点、目につく点があったら教えてください。そうですね、陽線ぐらいが前にも増して距離を詰めてきてますよね、はい、でパンチもそうですよ、膝が多くなってますね。となると至近距離の攻撃、そうですね、そこから肘も出てくると思いますし、この辺りですね、はい、まず左膝、そして右を徐々に近くしてくる、いや右肘で払ったのもシラス、そこに右ハイキック予選ぐらい、左肘、いやシラスも肘は2008年10月以来久しぶりなんですけれども、高崎さんスリリングで大好きだなっていうふうに話していましたね。そうですね、そういうタイプですからね、気遅れすることはありません。ハートも強い、久々の一戦で大仕事を成し遂げるかという空気になっています。シラスサイド、しかし4戦ぐらい前に出てくる左肘、ここも穴に一発、そして膝、あまり続けてくれたくないですね。粘り強く出てきましたね。やっぱりパンチ警戒して組みに来てる感じがしますね。ああそうですか。となるとそれに対してシラスどう対処したらいいでしょうか。そうですね、なるべく距離は取りたいところですよね。で、本来狙ってたローキックが、そんなに出てませんので、はい、あそうですね、ここもパンチ、そして組んでからその後膝の打ち合いになると、あ打点の高い陽線ぐらい、右の肘を放っていったシラスですが、最後はミドルキック陽線ぐらいです。中盤第2ラウンド終了です。陽線ぐらい対シラスは第2ラウンドまで終えています。さあ高崎さん、はい、陽線ぐらいの怖さが見られました。そうですね、序盤はやっぱりシラス選手のパンチが入ってたんですけども、しっかり軌道修正してきましたね。それが3ラウンドにどうなるか、同じ作戦で来るとは思うんですが、やっぱりそこにはまりたくないですね、シラス選手は。シラスサイドとしたらそのローキックが出なくなったなという高崎さんのお話ありました、はい、そうですね、組まれたくないですよね、まずそこですよね。2ラウンドは近くなると詰めて膝肘があった陽線ぐらい、さらに盛り返せるかシラス。ラウンド3、最終の第3ラウンドです。 72.5kg 契約、陽線ぐらい、黒いトランクス、左ミドルキック。第1ラウンドにはその陽線ぐらいから2度ダウンを奪っているのがシラスです。ポリという音を立てた右のパンチは陽線ぐらい、ここも高崎さん近くなってきます。そうですね、詰めますね。パンチの打ち合い、下からえぐるような右の拳、陽線ぐらいです。しかしこのパンチで第1ラウンド2度のダウンを奪っているのがシラスです。右の高肘、その腕ごと壊してやろうというミドルキックがあります。高崎さん、はい、ガードをしっかりしていてもですね、そこにあまりミドルキックを食らうと厳しいようですね。そうですね、腕殺されちゃいますからね。この戦いのために、右キックシラス、長期間の3週間の体修行を行ってきましたシラスです。ここにかける気持ち、日本サイドでも人一倍です。いや、ムエタイは甘くないというのが黒いトランクス陽線ぐらい。シラスの様子はこの第3ラウンドどうですか。そうですね、シラス選手いいんですけども、
やっぱりミドルで腕を殺しに来てますよね。そうですか。この体勢この距離では膝もどうでしょう。打ち合いになるとちょっと様子ぐらいですか。そうですね、やっぱり有利な組み方をしてきますから、はい、先に両線ぐらい選手の膝が当たるって感じになっちゃうんですね。あ、なるほどね。この組む段階からしてもう違うと。そうですね、左膝、逆にボディをパンチで返し出す。しかしその後は必ず両線ぐらいが攻撃を重ねてきます。右の打ち合い、まだ両者とも顔面のカットはありません。残り1分を切りました。いやでもしらすがギリギリの展開、ムエタイ八冠王と渡り合っているのも事実ですよね。そうですね、いやもう互角以上ですね。必死の要戦ぐらい。もちろんこの戦いは彼の本国タイに生中継されています。負けは許されません。ワンツーを封じします。そこに一連の左の攻撃、シラスのコンビネーション、まだ分からないか。ミドル要線ぐらい、右のフックシラス、さらにそこから距離を取る。さあ終了までのカウントダウン、突き放してシラス要線ぐらいも譲らない。左のパンチシラスです。もう一発ありましたね。合わせました。ここで試合終了です。さあ判定はどうなるかというこの一戦。そうですね、ただ、1ラウンド2度のダウンがありますから、それがでかいので、いったんじゃないかなという気がしますね。その後の展開を含めても。そうですね、いやシラスの顔面へのパンチ、はい、とにかく当たりました。そうですね、そして2ラウンドは何かその火を消すような要戦ぐらい。しかし第3ラウンド再び激しく打ち合ったが、やっとシラスが勝った。ムエタイ八冠王から判定勝利です。要戦ぐらいを下しました。シラスやすしと長崎さん、はい、大金星ですね。そうですね、ちょっと呆然としてしまいました、ね、素晴らしい結果です。そんな中で、はい、改めて感想をいただきたいんですけれどもね、はい、3ラウンドに陽線グレー選手が倒しに来たので、はい、逆に単発になった。